BL スタイルであのエアサスつけるときってホースとかあのハイトセンサーの配管って基本全部室内配管なんですよ。でこれ作業するときに中全部ばらさなきゃいけないって言って、でも現行クラウン内装バラバラにしてる人なんていないから、ばらし方わかんない、でもやんなきゃいけないみたいなのがあって、で時間も限られてたんですよね。そうすると今までのやり方じゃで絶対間に合わないみたいなっていうので、最短でしっかりちゃんと動くように仕上げるのにはどうしたらいいかみたいな話しながら来て、どうすれば効率的に進められるかっていうのをかなり追求できたんですよね。